ハロートゲザーしようぜ、メイクする。今日は主人と肉を食べに行くわけ。結婚記念日だから、結婚記念日だから肉かどうかは知らないけどね。そうだから、結婚記念日ディナー用メイクとか言っては見るものの、何それっていうね。 I don't know。 ま、いつもみたいにお付き合いくださいまし。こうなるわ。なんかスポンジが吸い取ってるよね。ってことはだね、ってことはめんどくさいけど、こうやってしたときに手で一回広げてから感じをやるっていうのが、いいってことだね。じゃないと、結構、何？サラッとしたテキスチャーじゃないから、伸びない。スポンジが吸っちゃうってことだね。なるほど。ってことですね。でもカバー力がある新しいやつだから、ワンコートでいいのはすごく助かります。私みたいなズボラには。マジこのさ、なくなり具合が、これブロンズね、これコントワー、これハイライト、こいつが全然なくならないんだけど、使ってないからね。コントワーがなくなったらこれで、このブロンズの方でコントはするかもしれないね、もはや。だってさ、使い道が、結婚記念日とか、なんか何、付き合って何ヶ月記念とかさ、そういう時のデートみたいなのって何食べんの、みんなフランス料理とか。でも普通のデートはあんましないからね。まあ日本にいた時は串揚げ屋とか言ってた、目の前で一本一本丁寧に揚げてくれる、なんか高級そうな串揚げ屋とか、やっぱ寿司屋とかになるよ。何でもいいんだけどね。でもなんか日頃行かないところに行きたいじゃん。でも男の人ってなんかさ、会社でさ、なんか会食みたいな感じでさ、仕事関係でさ、いいもの食べてるじゃんね。でもさ、女の人だったらさ、こう
女友達と行くんだったらさ、なんかイタリアンとかさ、ちょっと洒落たところとかさ行くけどさ、デートの洒落たのと違う店に行くじゃん、女の子が好きそうな。だからなんかなかなか彼氏とか旦那とかと行くお店って難しくない？どこってなるよね。雑になってる、だんだん。まあ今日はこの間お寿司食べたから友達とね、だから肉ステーキ、美味しい焼肉屋があれば行きたいんだけどね。でも2人でだとさ、まあそもそもその美味しい焼肉屋がないっていうね。焼肉大好きなのに、なんかファンシーなところがない。あ、こっちでファンシーって日本だとさ、すごいなんかフリフリしたかすか、なんか可愛い系の時にファンシーとか言うじゃん。でもアメリカでファンシーって言ったらすごいなんかね、高級なおしゃれなみたいな意味なの。だからなんかホテルのロビーすごいファンシーだねとか、あのホテルのレストランってファンシーだねとか言うわけ。だからファンシーレストランとか言ったらちょっと高そうなドレスコードがいるようなとこって感じの意味で使うんだけどさ、ファンシーな焼肉じゃないよね。だからジョジョ園みたいな感じのないんだよね。プー、なんか一応車で1時間ぐらい南に下れば、なんだっけ、あれはあれみたい、吉牛じゃなくて牛角。車1時間もかけて牛角っていうのもね、っていう。まあそのぐらいないんですよね、こっちはね、本当にね、もうね。だから結局なんかお肉食べたいときはステーキとかになっちゃうんだよね。まあステーキ屋さんに行ったら大抵私はフィレ食べる、フィレミニョンで、ミディアムレアなんだけど、日本だと。でもこっちでミディアムレアっていうと結構レアなのね、なんか何枚やんみたいな。なんか日本でいうレアぐらいな感じがこっちでミディアムレアだったりするわけ。だからお店によってミディアムっていうとミディアムレアぐらいのも出てきたりとかするから、もうなんか、うん、最近っていうか、そうね、ミディアムレアって言いたいところをミディアムにしてる。そうなのよ、意外と大変なのよ。うん、結局あの眉毛描くやつないわ、探してみたけど、ソファーの下とかかな、探してないやんっていう。でもなんかあるだろうなと思うところはにはなかったからさ、でも私箱のまま置いといた気がするんだよね。知ったかな。まあ今昔のやつ使ってるから、まあこれがあるからまあいいけどさ。今日はちょっと上は茶色っぽくしようかな。
茶色のグラデーションっぽく、上はとか言って、もう私の動画を見てくれてる人は下また色変えんのって思ってるよね。そうです、なぜならもう私は最近それにめっきりハマっておりますからね。上下だけ色違くするの、下は何色にしようかなってね。目尻だけ黒塗って目頭を、あのネイビーのコメントくれた子、ネイビーのコメントっていうのもあれだけど、ネイビーも似合うと思いますって言ってくれた子がいたから、今日はネイビーです。ネイビーの、これマークジェイコブスね。なんかだいぶ前に買ったからなんかあれだけど、結構濃い感じのネイビー。はい、ハイライナージェルクレヨン、でからの、ネイビーのアイシャドウを上からパッティング、ちょっと目頭にも入れようか。なんかここのつなぎがないとあれだよね。思いっきり上下パッツンだとねっていう私の思ってるんだけど、気にしてるのは私だけかしら。クレオパトラみたいになってる人がいるね。これが結婚し、結婚し、結婚記念日のメイクって言うなっていうね。怖いだろ。これが許される、こんな結婚記念日のディナーって言ってこんなメイクで来る嫁を寛大に受け止めてるうちの主人は偉いね。本当によく結婚したわ。絶対こんな女嫌だよねそう思う。私が男だったら結婚したいよ、私みたいな人。苦労しないもんだってと思うけど、普通の一般の男性はやっぱこう女の子に対して理想を持ってるからさ、その理想とは私はもうかけ離れすぎてる。こうなんかつつましく家を支えるみたいな、何言ってんだかって感じだけどね、私からしたら。こんなちっちゃくなっちゃった。うん、まあ今日はこれになんか黒いなんかモサモサしたファーみたいなやつを羽織っていこうかな。まあ下も黒だし、乗馬ブーツ履いていく。
やっ、これが私のあのド派手な結婚記念日ディナーメイクです。じゃあねー、バイバーイ。